え皆さんこんこにちはマーケットツデをお伝えいたします、えー、本日の東京株式市場ですけれども調整しております、えー、アメリカの金利の上昇それと中国の経済不安、まあ、特に不動産絡みのところですね、まあ、それが東京市場の方も影響しまして、まあ、下落しているというような形になっております、はいえー、さて本日はです、ね、株式会社とりドリの代表取締役社長、えー、中山様にお越しいただきまして 取引、えー、の内容をちょっと説明していただくというような時間となっております。えー、中山様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいますはい、えー、この本日ご紹介する取引なんですけれどもコード番号は9337ですね。当初グロース市場に2022年の12月ですね、はい、上場したという会社です。 はい、そしてあのマーケティング支援企業でまあインフルエンサーと企業をつなぐまあこのプラットフォームなどを運営しているという会社で、まあ後でこうね詳しく説明してもらいますけれども、最近の事業なんかも好調な推移をしております。はい、それではあの中山様のトリドリとはですね具体的にどのような企業なのかあの説明の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい とりどりとはですねえまあ簡単に言いますと SMB、中小企業の皆様とインフルエンサーの双方をえ支援する高成長プラットフォーマーというふうにあの認識いただければなと思っています。 お客様、とりどりベースというサービスのお客様、中小企業で登録されているお客様が現在、4626社のお客様に登録していただいているのと、インフルエンサーですね、集まっている、登録しているインフルエンサー数が5.4万人というところで、企業とインフルエンサーの両方が集まってくるようなプラットフォーム。 とといいいううふうに認識していただければそこでこでのインフルエンサーということで今ではもう、ね、あの皆さんもご存じのような言葉かもしれませんけれどもそこと、御社がどのような関わりでこう収益をこう上げていく、まあ、インフルエンサーとはということも含めてちょっと説明をお願いいたします,、はいそうですね、僕たちが支援するインフルエンサーなんですけれどもフォロワー数の多いメガインフルエンサーからフォロワー数の少ないマイクロインフルエンサーまで、うん、幅広い層のインフルエンサーを支援しております。うん その中でも今最も弊社で注力しているのがこのマイクロインフルエンサーといわれるフォロワー数が少ないインフルエンサーに注力しています。このマイクロインフルエンサーの特徴としては特定の個人に狭く深い影響力を持っているインフルエンサーが多いというのが特徴です。右側にこの事例がありますけれども専門的な情報ですねニッチな情報を発信しているアカウントが多くて。 えまあ一般的にはこのそういったアカウントをフォローしている人というのはまあエンゲージメントが高いというふうに言われております、はい、なんかね、あの地元のインフルエンサーもいたりしてより詳しい情報があったりとかね、その同じ趣味が合ってるから、その人の話だったら本当かなとか、ね、思ってしまったりとかいろいろあるかもしれませんけれども、うんはい、それでそういったところを取り巻く環境というかですね、 あの今、事業規模の,このサービスのところですかね、もう少しくっつけて、御社のとことインフルエンサーマーケティングのサービスっていうのを、主に3つ展開しております。はいはい トリドリプロモーションというタイアップ広告ですね、はい、まあインンンフルエンサーをまあキャスティング、はい、まあメガインフルエンサーをキャスティングしてまあ企業の紹介をするという,ようなサービスと、とりどりアドという成果報酬型のサービス。 あとりどりベースとりどりマーケティングというマイクロインフルエンサーとクライアントの企業をつなぐプラットフォームを運営していますインフルエンサーもメガからマイクロまで幅広く支援しているというところとサービスによってクライアントの企業も大手企業から個人事業主の皆様まで幅広い層の企業に使っていただいております。はい 続きましてですけれども、その,あのベースとなるですね市場がちょっとこ,うねこれから拡大していって、ちょっとどこまでいくのかなという感じもしないでもないんですけれども、はい、もちょっとその辺のお話もお願いいたします、はいえー、先ほどの注力しているとお話しさせていただいたサービスのとりどりベースがえー今、ターゲットとしている市場規模です。はい、主にこののポータルサイトと言われるまあ,あの インターネットの検索なんかで出てくるような、はい、あのポータルサイトですね、はい、を使ってる中小企業の皆様っていうところをターゲットとしてますあ、はいまあ、そういった会社が58万社いるかな、うん、いるというふうに認識をしておりまして、うんまあ、今までは <laughs>、まあ、お客様がインターネットでグーグルとかヤフーで検索して、うん、<laughs> その店にたどり着くっていうようなところの対策のためにポータルサイトに登録する必要があったかなというふうに思ってるんですけども、うんうん、今では SNS があの、まあ SNS のまあ動画だったり画像っていうのがそういった情報の主たる媒体になってきてますのでえまあこういった SNS を SNS 経由での集客っていうところにえまあ着手しなければいけなくなってきているというところでえまあ一旦この最初はこのポータルサイトを使っている人々っていうのの SNS 対策のところがを僕たちが支援させていただくというところを考えております。はい まあそういったところで、御社の業績の方に入ってくるわけですけれども、ちょっと業績どうこうですね、やっぱりこう右肩上がりとこう来ているので、はい、その辺のちょっと説明をまたお願いいたしますはい、えー、そうですね、えー、2020年からあの右肩で成長することが、まあ、できてきております。まあ、特に直近のあ第2クォータータでではですね、えーまあ 7億 4, 万円と売上総総力7億4400万円というところで,で76.4%前年度のクオーターと比べて76.4%の成長をすることができていますこの成長を牽引しているのがやはりこのとりどりベースの成長かなというふうに思っておりましてえまあ今ではあの会社全体の売上の50%以上を占めるところまで来ているというところですねこのの成長っていうのがまあ一番 はい、会社全体の成長の大きなようになっていると思います。すね、インフルエンサーも多いし、そのそれを取り扱う扱う方も増えたので、ここが伸びてきたと。そうですね。ここすねはい。はい。それ続いてなんですけれども、えー、おお客様の数とかですね。はい。ちょっとお、えー、説明をお願いいたします。はい。えその注力している事業取締ベースですね。今最、はい、も成長している取締ベースの KPI です。えー、まあ顧客数と。 顧客当たり市販機売上総利益ともに伸ばすことができてきていますけれども、まあ特にその中でも顧客数の増加っていうのが、うん、あのすごく伸びているっていうところを見ていただけるのかなと思います。はい、今現在4,526社、ね、はい。単価の方もですね、えー、まあセールスミックスの変化はありますけれども、うん、まあ概ね上昇トレンドにあります。うん、そうですね。はい。はい。えー、そういったところで。 もうちょっとこう足元の業績の方をね、あの確認していきたいんです。けども、はい、ここもざっとお願いいたします。はい。えー、まあ根拠はですね、売上高二十八億円、はい、売上総利益二十六億四千万円、<laughs> 営業利益一億円と。 というところで、まあ今まで赤字だったところを、まあ黒字化をするというところを目指してきております。まあ進捗率は概ねえまあ売上売上総利益50%というところまで来ています。えま、この成長というのを続けながらですね。えま、今期に関してはまあ利益というところもしっかりえ追っていきたいなというふうに思っておりますので、えまあこのままあのまあアナウンスさせていただいた数字の達成に向けてまあいいスタートが切れているのかなというふうに思っております。 なんかあのケーキも、ね、あの同じように四半期ごとに使っていっているみたいなので、まあ、おそらくね、ね期後半にはちょっと楽しみな部分もこう出てきたりするかななんていうのを、まあ、勝手に私がちょっと想像したりとかするところもありますけれども、はい、まあ頑張っていただきたいなというふうに思っております、はいはい、それではですねこの、まあ、最後になりますけれどもこの取りどり今、しっかり歩んできてますけれども、まあ、これからね、まあ、歩むというかどこまで走っていくのどういうふうに走っていくのかなというところをちょっとお伝え願いいたします。はい 今後の成長戦略をお伝えさせていただきますとりどりにはさまざまな企業とさまざまなインフルエンサーのまあマッチングデータがたくさんあるので、はい、えそういったまあインフルエンサーの投稿したときのインパクトデータであったりとかえインフルエンサーの行動データというところをもとにですねえさらにお客様に対してはえーマーケティングの SNS のマーケティングの最適化というところでさまざまなサービスを提供していきたいと考えております。一方方でインンフルエンサーの方には インンフルエンサーマイクロインフルエンサー個々の特性を生かした、えーまあ、より自分に合った案件をサポートさせていただいたり、まあ、広告だけではなくインフルエンサー自体の価値を最大化させていくような、まあ、例えばキャリアアップだったりキャリア支援だったりとかそういったものも考えております、まあ、なのでそういったインフルエンサーと企業の双方を今後も支援していくような事業展開というのをしていきたいなというふうに思っております。はい え本日は株式会社トリドリ代表取締役社長の中山様にお越しいただきました中山様ありがとうございましたありがとうございました